じゃあ三拍子のアウェイクという、アウェイクギターは、はい、フェンダー地味編、うん、アンプはね、これもギター何本か入ってて、まあブギーとマーシャルなんですけど、うん、ですね、ポイントはコツ、注意事項、注意事項はですね、そうですね、静かに始まってこう激しくなったり、はい、そのメリハリを、うん、ちゃんとつける、うん、弾くとこと出すところ、うんうん、星引きが、うん、そしてやっぱ8部で刻むリズムをこうみんなの音を聞きながら、そうだね、うんうん、よく聞きながらこうしっかり弾くと、なるほど、うん、という感じです。はい、小林さんは、はい、これ三拍子なんで、はい、リズムを見失わないように、うん、僕もライブで見失ったことありますよ。ありますね、うん、アウェイクの次に曲間違えたことあるからね4拍子アウェイクの次がクライアウトで、クライアウトギター始まりなんだけど、3拍子で弾いてました僕途中で戻したんだけど、すっごい戻すのが大変で、イントロのとことかね、俺歌えないなと思って3拍子で弾いてらしかった全く、まあ、ね、そういうこともあったりして、そうだね、うん、そうだから3拍子なんで、うん、その頭をやっぱね大事にしないと、どこがどこだかね、うん、分かんなくなるんで、そうだね、うん、あと静かな部分とうるさい盛り上がる部分がこれ非常に抑揚が違うんで、うん、抑揚ね、うん、そこをね気をつけてください、うんうん、歌もまあ歌いながら3拍子をコロナ禍で1、2、3、1、2、3と忘れた頃に数えてます俺でもね、ライブの時ね、歌歌いながら弾いてんだけど、いつも、うん、アウェイク歌ってると弾けなくなる時がよくあって、そうそうそう、難しいですよね、うん、結構僕はメロが、うん、この曲にもそうなんだ、あんま歌う時は気にしてんだけど、歌メロをつける時は気にしてないですもんね、あんまりね、うんうん、それが問題かもしれませんもうちょっと三拍子っぽくなるだと思うんだよな、うん、意識できるメロに本当はできると思うんだけど、なるほど、うん、三拍子なんだけどなるべくベタっと、うん、これでも演奏したら楽しいよねきっとね、三拍子とかね、そうですね、ずっとこう四拍子でやってて、うん、エンドレスな感じね、うんうん、歌も難しいですよ、うん、高いです、難しいとか高い、はい、うん、気をつけてみんな、はい、やってみてください、整体手術してください、はい、お願いします、はい、フェアリズムアリス、はい、フェアリズムアリス、ガーンってくるところがいいですね、うん、イントロですか、イントロ、うん、といい、なんかブレイクの応酬といい、そうだね、はい、これもフェンダーですね、フェンダー地味編メサブギーとマーシャルの組み合わせです、うん、これもギターも結構入ってるな、何本か入ってるんですけど、うん、まあ一人でやるときは一番目立つ部分を、なるほど ね、うん、大事なところを弾いてもらいたいですね、ジェレジェレ、これもやっぱ、あ、これもあまりやっぱ走り禁物かな、そうだね、禁物だね、うん、走り、うん、早いとなんか曲の持ち味がなくなるもんね、そうだね、うん、こうグッと抑えながら、うん、走るよりももたった方がかっこいい、どっちかっていうと、うん、そう、うん、せっせと、はい、そういう感じです、なるほど、はい、小林さんはこれはね、これもピックなんですけど、はい、ですね、これもちょっと、はい、地べたを這う感じで弾いてもらったらありがたいな、うん、なるほど、これもね、必ずダウンピッキングで弾いてください、うん、はい、頭を強調してるんだが地べたを這いずる感じで、なるほど、はい、これは僕は A メロとかは割と激しくいいんですけど、いわゆるサビのところは、サビっていうか、ブラルレッマーリー、え忘れちゃったブラルバルフェアリーのところは、あの辺の感じはなんか声の粒を整えてないとかっこ悪いです、うんうん、ずっと同じトーンで歌えないと、
音程ってことじゃなくて粒ね、粒を、粒立ち、うんうん、大事です、まあ、出し方といいますか、ね、はい、はい、これ意外とね一瞬ヘビーっぽい感じに聞こえるかもしれないですけど、うん、僕らの中では僕の中ではかなりグラムロック、うんうんうん、T-Rex っぽいですね。でそうだね、うん、かっこいい、これ間違いないように聞いてほしいです、うん、はい、一瞬スペーシーな匂いがあるかもしれませんあれそれもしかしてサビのとこですか。なんとなく普段のミックスの感じとか、あミックスの感じ、うんうん、だから全然違うんですね、うんうん、次、はい、ウィザード、はい、はい、うん、これは、はい、これもフェンダーの地味編です。地味編、うん、アンプはブギーとマーシャルまた同じく、うん、これはね結構ね弾くとねテンポの割に忙しいギター。なるほど。あベースもそうなんだ、うん、それはね多分ねダウンピッキングで弾いてるからだ全部。あの基本的にサッツの曲ほとんどダウンピッキング、うん、あのリフを弾くときはさっき あのフェアリズマリスもそうなんですけど、うん、ダウンピッキングでタイトなリズム。なるほどね、うん、ジョーン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 、うん、であとは A メロとかはなんていうのかな、リズムまたリズムなんだけど、うん、こうなんだろう、カッティングしつつこう、うん、入ってくるっていう、うんうんうん、ちゃんとリズムを刻みながら、あの弾いてないところも刻みながらこう弾くっていう、うんうんうん、そういうのが大事です、はい、なるほど、うん、でベースはですね、はい、これもジャズベースで SVT なんですけど、これね結構歪ますといいかな、うんうん、気持ちいいかもしれません、でこれもずっとリフなんで、リフなんだけど、8でずっとダウンピッキングで弾いてます、うんうん、はい、で8を大事にしてもらいたいもんです、うん、はい、なるほどね、うん、難しそうですね、うん、ボーカルこれ結構簡単なんですね、ボーカルは、あら、はい、なるほど、簡単です。コピーをするのは簡単です。高くもないそんなに、うん、ただ雰囲気作りですねそうだね、役作りですね、役作り、役作りね、うん、結構血を這うようなイメージで、うん、ポケットに手を突っ込みながらも歌える、うん、余裕を持って、はいはい、言ってほしいですな、うん、でエブリシング、はい、うん、簡単ですねこれは、はい、僕これねこの13バージョンでは僕はね弾いたいんですよ、うん、ギターを。ああそうだね、はい、これはタケちゃん、ね、全てタケちゃんです。ああそうだ、はい、うん、そうそうそう、あのねアコギ、うん、アコギはね、あそうビサイドユーもそうだけど、うん、これのアコギはねギブソンの、うん、古いやつ。そうだね、1949年製、うん、LG2 っていう、僕ら生まれる前から、そう、はい、見た目からは想像もできないぐらい多分高いギターですね。うん、ボロボロのなんか、そうですね、うん、すごいなんかゴミ捨て場に置いたりそうそうそう、はい、うん、そういういい音なんですけど、不思議な楽器って、楽器不思議ですよね、うん、そういう昔のギターでアコギは弾きました。アコギはね多分これ多分そうだな、あれダウンピッキング、うん、なるべくリズムを大事にダウンピッキングでこうコードを、はい、じゃんじゃんじゃんですか、じゃん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 、8分織り交ぜながらこう雰囲気を出しながら、はい、うん、なるへそ、うん、そしてエレキギターが入ってきてこう大敗的な感じでこう、うんうん、結構こうなんかこう 最悪っていう感じの気分 の音色なんですけど、うん、反省してる感じですね。そうですね、歌も反省です、うん、ああっていう反省感じで弾いてくれれば雰囲気が出ると思います多分。反省やっちゃったよまたみたいな。そうだね、ブーン、うんうん、ベースは、ベースはねこれ指で弾いてますね。はあ、はい、で途中から入ってくるんですけど、うん、ぬるっとぬるっと入ってってってください、うん、ここだと思わずに、あここら辺かなぐらいで、さりげなく、はい、さりげなく、いつの間にかここら辺で入りたいなって思うぐらいで入ってほしいですね。うん、でこれも音数が少ないんで、その隙間をやっぱり楽しんでください、うん、はい、我慢我慢です。我慢ね、はい、歌は自由に
なんでしょうね、メロとかも勝手に変えちゃって変えやすいと思いますので、うん、切々と。でもまあこれができるといいですよね。いいですね。ね、そうだね。すごい。いや、そうだね。みんな涙しちゃうからもう。そう、あのね、あのこう。そうだね。まあ、ライブで弾いてるんですけど、僕、あとシングルバージョンでも弾いてるんですけど、スリーコードですから、はい、僕のギター入門編ですよ、これ。それで、これね、歌える、弾き語りできると、すごく使えるんですね。そうですね。これ、ライブを、飛び抜けて、こう、違うところでも。そうそう、違う。違うシチュエーションでも結婚式ね、一緒の結婚式とか、ね、これいいよね。それ最高に。僕らも何回やったことかね。本当だね、はい。知人の結婚式。はい。まあいい。いい、あんまりなかったからこういう曲がね。うん。なんかこう幸せを願いますよっていうのがね、うん、いいですね。グッとくるね、はい、これは。歌は簡単ですから、かなり。簡単なんですかこれ。ただね、エブリシングのブリっていうのがあるじゃん。ブリっていうの、うん。これをブリって歌ってると、それが何回も出てくるんで、気になる、だんだん気になる。だんだん気になってくる。ブリブリブリ。だから、ブリブリブリ。エブリってずっとこう、ウニ点々にしないと、なかなか、ずっとこれが気になってきちゃうんで、そこですね。はい、あとはもう気持ちで勝負。うん、